になりました。初見力もついてきて、実にスケールもゆっくりきちんと弾けるようになってきました。良い子の皆さんの頑張る姿を応援しております。今日もいろんな曲をお届けいたします。自信につながる。先生の的確なアドバイスを聞く能力が身についてきて、どんどん初見力もついてきました。とってもみんな可愛い子たちばかり。先生はみんな大好きです。それでは、ムシムシジメジメする季節です。適度に暑さよけ、熱中症で倒れる子どもたちも多いです。優しく楽しく美しく、姫は姫でもオーロラ姫にジャスミン、ベルに白雪姫、いろんな姫がおったとさ。竜宮城に行った浦島太郎のおじいさんは、開けてびっくり玉手箱、すっかり白髪になったとさ。竜宮城の玉手箱とは、昔で言う女の人の化粧箱であったそうな。丸、ピポーン。
ーマ。子どもたちがよく知っている、よく聞かれるテーマ曲を弾いてあげると、実に真似をして弾いてくれます。難しい練習曲よりも簡単で楽しいが一番なのである。子どもたちの長所を見つけ褒めて伸ばす。帰りにはきちんと先生に手を振ってくれます。とってもみんな可愛くて好奇心、知的、好奇心のある子はどんどん育ちます。それでは。